本日も皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。さあ今日のゲストは大村さん、はい、そしてミッシャーに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったね。良かったです、はい、大村さんすごい楽しんでいただいた感じで嬉しい。当てると楽しいね。そうですね。で当てやすいしね、やっぱりその6手、うん、6手ですね。6手だから、はい、しかも今日またちょっと面白いレースというか、確かになかなかなレースをご覧になったんで、最初のレースでしょ。はい、なんか前だっていうのがあったんで、ね、強い選手ばかりなところでもこういうことがあるっていうねところもありますし、逆転技というかね。そうですね、道中のその 2,3 着争いっていうのはやっぱ醍醐味だと思いますね。本当最後まで楽しめましたよレース、ね、あ、よかったです。なんだろうこの時間っていう時間じゃなかったんですね2周目からの2周目以降の、そうですね、待ってるやんっていう。そうなんです、面白いですね。よかったね。ミキちゃん今日いかがでした？いやもう楽しかったですね。でも全部レース外れちゃったんで、ね、ミキちゃんだけね惜しかった。なんかいつもレースこう結構接戦になると私と磯山さんがいけとかって、私と磯山さんいつもでかい声出してんだなって。そうなの。だから多分音声さんが頑張ってボリュームやってくれてると思う興奮しちゃうんだよね。興奮しちゃいましたね。立っちゃうからさ、カメラさんもすごいついてきてくれるしさ、ほらありがとうございますね、ついてきてずっとこうやってやっちゃうんで。そうなんですよ、盛り上がって楽しんでます皆さんね。はい、はい、さあそしてですね、あのまあ、今日初めて来ていただいた大村さん、ええ、なんかこう聞くところによると水彩画が趣味という、おしゃれ趣味というか、まあ得意でした。あ、そうなんですね、中学時代とか。ああ、今もですね。今もですね。あのだからそういうこと書くと今もやってるのかってなっちゃうけど、得意だっただけでした。得意だっただけなんで今やってないですか。やってないです、やってないですけど、でも絵は得意ですよ。ああ、そうなんですね、描くの得意、はい、ということなので、はい、今日はですねちょっとミキちゃんと一緒に絵対決、していただきたいと思います。まあ、お絵かけたいというか、セキちゃんの絵なんか下手どう下手です。下手だ。確かにね、うまそうじゃないとはないですねごめんだけど、うん、ちょっとでも、まあ、ちょっと頑張りたい。でもね、ずっと絵描いてないってことですもんね。中学で止まってるってことで、まあ、ベースはあるよっていうことですから、ならちょっと勝てそうな気がします。ただちょっと平等にお二人ともあんまり描いたことがないものを描いてもらおうと思いまして、テーマはズバリさだまつ選手。はい、ボートレースオールスターで優勝した23歳のさだまつ選手、メンタルの豆腐、はい、固まったさだまつ選手にしていただきたいと思います。さあそれでは、はい、もう制限時間はないかな。ないですね。はい、まあ、まあある程度常識、まあ、ある程度、はい、あの自分で常識考えて買ってください、はい、お願いします。さだまつ選手ね、まあ、笑顔が可愛いね。確かに笑顔若者ですよ ね。僕オールスターの準優勝戦の日にピット取材行ってたんですよ。でさだまつ選手話してたんですけど、はい、やっぱもう1レースの頃ってもうすっごいお久しぶりですみたいな感じでもうすっごい喋りかけてきてたんですけど、10レースとか11レースぐらいになったらもう選手にも話しかけて緊張で、緊張で、ちょっと豆腐出てたんですね。そこはなんかもうご飯食べれるか分かりませんみたいな。そんなじゃあ豆腐じゃん。すごかったです。そこからの切り替えが素晴らしいですね。まあ、なんかそれを乗り越えたから優勝戦もだったんじゃないですか、うん、選手によっては準優勝戦が一番緊張するっていう人多いです。そうなんだ、その手前なんだ優勝戦の前。面白いですね、まあ、2着までに入ればいいなっていう感じではなく、もうだからすごいね、まあ、書き終わったら言ってくださいね。しっかり寝れたって言ってましたしね、うん、そういうちょっとリラックスというか落ち着かせられたっていうのがレースにも出てたんですね。宿舎ではジュラピケのモコモコのパジャマで寝てる。かわいい、かわいい、似合う。山本さんと一緒ですよ。山本さん、そうジュラピケのパジャマなんか着てんの、ま、やめなって、ジュラピケじゃないと着ないですよ。言うのやめなってジュラピケ大好き。ジュラピケじゃないともう着ないです。ジュラピケ買ってきてって怒ります。そうでしょ、今は、ね、いつも短パンだから冷えてんじゃないの。今はもう犬がいっぱい描いてあるジュラピケ着てます。可愛い犬シリーズあるよね。ジュラピケね、今ね肌触り最高だもん ね。気持ちいいですよ ね。高いけどちょっと。そうなんですよ。確かに結構じっくり描いてくれてますね。はい、描きました。あ、描き終わりましたね。ミキちゃんはもうすぐかしら。描き終わりました。はい、ちょっと判定はですね、はい、渡辺さんにしていただきたいと、はい、いつも見てますからね、さだまつ。そうですよね。ということで参りましょう。どっちからいく。同時に大村さんからいきましょうか。では大村さんからお願いします。はい、ちょっと待って、
さん書いちゃいました。山さんじゃないのよ、極楽の山さん書いちゃいました。山さんの話してたけど確かに似てるかも。似てる、なんか優しくなった、ね、反り込みもめっちゃ似てない。似てる、映画版山さんみたいな。似てる、映画版ザイヤー、優しい顔してる、優しい顔してる。違うんですよ、さだまつさんです。さだまつさんか、さだまつ選手を書いてしかったです。全然ちゃうやん、戦いになんないよ。本当ですよ。じゃあちょっとミキちゃん、まあ、勝ったような感じだけども、はい、ミキちゃん見せてください。私似てると思います。はい、どうぞ。ほら、おあちょっとわかる、似てる、似てる、こういうタッチの漫画あるよね。あるあるある、結構似てると思うんです。特徴捉えてると思う。今日から俺はの感じだ。今日から俺はの漫画の感じだ。ちょっと不良じゃん。あーちょっと歯も大きめだもんね。歯も大きめだ、笑顔でちょっと目がつり目で。特徴捉えてるな。確かに捉えてますよね。ちょっと捉えてるな、確かに。でかっ、いい、山さんのタッチ素敵だな。似てる、絵のタッチ優しい。こういう時たまにある、こういう顔してる時。でも絵が上手い感じは分かるでしょ。分かります、はい、もうセンスが分かる。上手だなって思います。さあということで今日はさだま選手をテーマに書いていただきましたが、判定の方渡辺さん、はい、お願いします。はい、ミキさんそりゃそうですよ、そりゃそうですよ。書いてるものが違うから、ね、山本さんだったら多分勝ってたんですけど。そうですね、はい、ミキちゃんが勝利ということになりました。うま、どっちもうまでも結局でも本当的確です ね、 ね、素晴らしかったです。すごい、追いかけ対決も1問で終わりです。あ、はい、もうこれで今日は終了となります。2人も書いてほしかったないんですよ。ということで今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。この番組は1週間限定ボートキャストで見逃し配信中です。概要欄をチェックしてご覧ください。